海外、自分は日本人じゃないのに。日本語歌手で世界を制した日本の楽曲に再び脚光。皆さんは日本の音楽についてどうお考えでしょうか。名曲揃いではあるが、果たして世界に通用するのだろうかと思っている方はおられますでしょうか。通用しますよ。何でも今回の記事では、日本の古き良き名曲が海外で話題となっており、盛り上がりを見せているようなのです。そちらについて早速触れていきましょう。アメリカのビルボード誌が発表するランキングにおいて、1963年6月15日付でホット100週間1位を獲得したほか、オーストラリア、カナダ、ノルウェーなど多くの国のランキングで首位を獲得した日本の音楽史に残る名曲、坂本九さんの上を向いて歩こう、米英などではすき焼きの名で知られるこの曲は、約70カ国で発売され、総売り上げは1300万枚以上とされています。日本での発売から60年以上が経っていますが、今でも世界中の多くの人々にとっての青春の一曲であり、海外の人気サイトがホット100にランクインした日を記念し、13日にこの楽曲を取り上げたところ、わずか2日で2300を超えるコメントが寄せられるなど、非常に大きな反響を呼んでいます。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。この曲の大ファン、何年も聴いてなかったんだけど、義理の娘に勧められて見たジブリ映画コクリコ坂からで、久しぶりに耳にしたすき焼きは、初めて全米1位になった日本の曲、全米どころか世界的なヒットだった。オーストラリアでも1位になったし、日本語の歌詞なのに今でもよく覚えてるよ。それが音楽の素晴らしさなんだよ。曲を楽しむのに言葉を理解する必要はない。60年代最高の楽曲の一つはこれだろう。美しい曲とともに成長できたのは幸運だった。この曲が流行った時、私は11歳だったけど、もうそれこそ常にラジオから流れてた。好きだったけど悲しい曲に聞こえたな。14歳の時にこの曲に恋した。その気持ちは70歳になった今も変わらない。歌詞の意味はわからなかったのにね。笑顔が素敵な才能豊かな人だった。全米ビルボードで外国好みの曲が1位になったのは、後にも先にもすき焼きだ。個人的にミスター坂本の美しい声で歌われたこの曲は、世界で最高の曲の一つだと思ってます。いかがでしたか。当時の日本ではランキングという概念自体がなく、ビルボード1位がどれほどすごいことなのかも業界の人ですらわからなかったそうです。特に所属レーベルの東芝レコードの反応は、あまりに遠い国での出来事で実感がなかったという。時代や世界の激変を感じずにはいられないものになっています。皆さんがこの曲とともに成長し、それぞれの思い入れがあるようで感動させられました。もし坂本九さんが今回の記事を読んだらどう思うのでしょうか。喜んでいただけるでしょうか。皆さんの思いが伝わっていることを願います。余談かつ私事で申し訳ないのですが、数年前に某米国大御所ロックバンドの来日公演に足を運んだ際、この曲が披露されました。彼らがこの曲を知っていることに驚きましたが、今回の記事に目を通す限り知っていて当然なような気がしました。そして何より日本語の歌詞を覚えてくれていたことが嬉しかったですね。音楽に国境はないのです。ところでなぜすき焼きなのかという点が皆さん気になっているかと思いますが、上を向いて歩こうという現代が覚えにくかったそうで、面倒だからすき焼きでいいや
という単純な理由からこのタイトルが付けられたそうです。次回お会いいたしましょう。